早弁です。今日は北海道函館に来ております。こちらね、朝市広場さんでありますのでね、この後ちょっとね、中を探索しようと思います。昆布はやっぱり売ってますね。ただあれか、朝市だからもろもろのものは結構売れちゃってんのかな。フードコートがあってお、野菜とか売ってんな、うん、やっぱイカが有名だからね。あ、この辺の成果だね。ああ、だけど10時過ぎてるからやっぱり基本的には魚は売り切れてるのかな。だけどこの辺はあれだね、海産物だね、シャモだとか鮭だとかいろいろあります。おお、海産物セット、こっちは結構売れちゃってるね。生トバ、あー、うん、じゃあ、おお、すごい手紙だ。おお、ああ、やっぱりいいお値段はするけどね。あ、タラバも生きてるのがあるんだ。ああ、ウリとかね。あ、こっちは鮭だ。白菜は松前漬け。いくら、新物だ。へえ。おお。あ、イカとかもあるね。こっちは乾物ですね。あ、この方には T シャツとかがあるな。北海道限定 T シャツ、じゃがいもだとかジンギスカン、北海道、あ、函館イカだとかね、あ、ヒグマだとか書いてるやつ、うん、へえ、乾物だね。こっちはたい焼きか。へえ、まあいろいろありますね。じゃあちょっと面白い、ホッケだとかいきがりがあるんだ。カキ、ホタテ、この辺がね、そんなに珍しくないと思うんだけど、あ、だけどホッケは今入ってないか。だからホタテも1枚800円、中身よし。あ、ホッキがいいね。これ1個で600円、いいなぐじゃね。おー、いいね。あとこっちにもタラコやスジコがあるんだ。へー、ということでですね、少しだけですけどね、朝市の広場、こちらの雰囲気を、ね、お届けしました。以上、アメンでした。ご視聴ありがとうございました。